中小企業が失敗しない採用ノウハウ、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。採用で失敗したという話はよく聞きます。どうしたらいい人材が集まるのかと質問されることもあります。そこで今回は中小企業が採用で失敗しないノウハウを分かりやすく解説します。企業は人なりと言います。会社を成長させるために社長一人で頑張っていても限界があります。会社がある程度の規模になると、いい人材を採用したいと思うのが経営者です。社長の右腕、つまり経営幹部が欲しい、マネジメントできる人材が欲しい、現場を仕切る人間が欲しいなどです。能力のない人よりも能力のある人を採用した方が、どう考えても業績は伸びそうです。ですが、能力のある人、スキルの高い人は大企業に就職してしまうのが現実です。新卒で採用してもしっかりとした教育カリキュラムがあるので、もともと高い能力やスキルをさらに伸ばすことができる。これがですね、やはり大企業のものすごいメリットなわけです。中小企業の採用でよくあるケース、それは即戦力の人材を採用すること。理由は人手不足での採用ですね。ですので、教育も最小限で済まされるんじゃないかなというね、まあちょっと安易な考えのわけです。ですが、即戦力だと思って採用したのはいいんですが、前職で身につけた考え方、そしてスキルを手放すことができなかったり、社会人としての処世術に長けているので、口では分かったようなことを言っても全然言うことを聞かないという人もいます。中小企業が採用で失敗したためのポイントは2つあります。まず1つは、素直な人を採用する。素直とは、性質とか態度などが穏やかで、ひねくれていないこと。例えば、上司からアドバイスを受けたとき、それは以前やったことがありますよ、とか、それをやる意味あるでしょうか、とか、これ効果あるんですかねなど受け入れることを拒む人がいます。一旦受け入れて実際に行動してみることが重要なわけです。苦手だから、嫌いだから、手間がかかるからなどやりたくない理由を並べると自分の殻を破ることができません。結果、いつまで経っても成長することがないということなんです。素直であればスキルやテクニックを身につけることも容易なんです。そして人間関係も良好に保つことができます。ですから即戦力よりも素直な人、人柄のいい人を採用した方が長い目で見たら会社のためにはなります。二つ目は経理念や企業理念に共感してくれる人です。例えばアマゾンの企業理念は地球上で最もお客様を大切にする企業です。アマゾンは企業としての存在価値や意義を社内、そして社外に伝えることを柱に据えています。そのため新しいサービスを開発した際は、今回は企業理念のこの部分を実現できる新しいサービスを開発しましたとか、新しいサービスによって顧客の生活がこのように変わります。ですからアマゾンが存在する理由がありますと。まあ、このように企業理念実現のために新しいサービスを開発していることが理解できます。企業理念や経営理念は会社が存在する理由や会社の目的ですので、すべての企業活動は本来これらを実現するためにあるわけです。ですから経営理念や企業理念に共感してくれる人材を採用すべきです。経営理念や企業理念に共感するということは、モチベーションの原動力にもなります。一方、給与、福利厚生、残業の有無、休日数などで企業選びをしている人は、もっと条件のいい企業があれば転職してしまいます。世界的なアウトドアメーカーのスノーピークは、スノーピークの熱狂的ファンが求人に応募してくるそうです。もともとスノーピークの商品が好きだったり、企業哲学に共感している人ですから、仕事にですね、人一倍にやりがいを感じているはずです。経営理念や企業理念は社員の心を一つにするだけでなく、採用でも大きな力を発揮します。この機会にぜひ経営理念や企業理念を見直してください。
賢い経営者の方ならばもうお察しがついてると思うんですけども、いやこの経営理念や企業理念、こんな会社で働いてみたい、まあ、そういうふうに、採用ね、要は求人する人に思わせるような経営理念とか企業理念をやっぱり作る必要はあるわけです。ですがそれはですね、経営の末端、要は商品とか社員の行動に至るまで経営理念が実現されていることが非常に重要なわけですね。ですので経営理念はこうなんだけど実際やってることは全然違うよねなんていうのはもうお話にはならないです。経営理念で全ての、活動行動を統一する、これが重要なことです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。